ちょっと今回イケボ風に言いたいと思います。いきます。プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクなんかちょっと気持ち悪いかもね。こんにちは、オドです。さあ今回はですね、プロセカの実況を撮っていきたいと思います。イエーイって、イエーイってなんかなんか俺さ、しばらくさ、実況撮ってなかったからなんか下手くそになってない？前置き撮んの。はい、ということで今回はなんとですね、プロセカについに来ました。うっせーわですよ。いや、やばくない？今回さ、うっせーわ、きつが言った、ちかすか、くる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 、ぶつかす、ばつかす、ぶつかす、ばかす。いやね、みんな聞いた、本当にさ、うっせーわ追加されたんだよ、ガチで。俺ね、うっせーわに関しては、いや、嬉しいね。こんだけ貯めて嬉しいねしかコメントできないやつ俺ぐらいじゃない？さあ本題入っていきたいんですけど、まあとりあえずね、俺のいつもの実況知ってる人ならわかると思うんだけど、すでに、初見プレイしたものを見ていくって感じの実況でなっております。ということで見ていきましょう。昨夜でうっせーわ、あー俺が歌うわけじゃないからね。さあ来ました、うっせーわ、ということで今回見ていきたいと思います。でね、うっせーわに関してはね、マジで嬉しいそれしか言わんじゃん俺。来た、やばくないこれ。いや純粋に考えてさ、みずきちゃんとさ、まふゆちゃんがさ、うっせーわ歌ってくれてるってことがみんな嬉しいよね。俺もめちゃめちゃ嬉しいもん。まずその好きな歌い手の人がとか好きな推しがうっせーわ歌ってくれたってだけでもう最高じゃない？本当に。まあ歌い手ではないとは思うんだけど、まあとりあえず推しがね歌ってくれてるってことで最高なんじゃないでしょうか。さあ見ていきましょう。いやここはちょっとね、いやらしかったね。なんかなんつうんだろうね、右左手だけちょっとヒフリックみたいな、あ混乱するで、このなんかうにょうにょみたいな感じ、クモの巣みたいな感じね。さあここのねリズムがちょっと難しかったね、個人的には。でも、ね、いい感じに撮れてるんですよ。でこれダラダラみたいな感じで、ダンチャ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 ルールーです。ここは黙り俺、まさかのね、まさかのなんか割とさっぱりした譜面だったっていうね、歯のところがなんか全体で来るかなと思ったんだけど、ギザギザみたいな、来たかもねーで U 字型来て、なんかおじいさんみたいな、おじいちゃんのヒゲみたいな譜面来て、うっせーうっせーがね、なかなかねやりづらかった。これなんか輪っかみたいなノーツが結構取りづらかった。いいよね今の。あ待って、ここの感想大好きなの俺。うっせーわのてて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 たたたたたたたんたた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 んた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 たたたたん、はい疲れた、もう実況ちょっと疲れた声が。あここね枝豆みたいな来んの、枝豆みたいな譜面。あ来るよ天才。いや天才ですよあなたたちは。もうね、うっせーわ歌って、もう歌いこなせてる時点であなたは天才なんですよ。もううっせーわ歌える人全員天才だと思ってるから俺。もうとりあえず、いやかもねーで、かもねーでなんか U 字型みたいな来るのいいよね。あれなんか盛り上がる。でなんかさ枝豆みたいなの降ってきてたじゃん譜面。あれ何なんだろうね、うっせーわと枝豆ってなんか関係性あんのかな。でいいね、やばい、ここの盛り上げが最高すぎるんだけど本当に。ねえ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 、最高すぎない？今回に関しては、今回に関してはマジで、あここが取りづらい本当に。ちょっといやらしいんだよね、簡単そうに見えて。ちゃ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 ドン、ということで今回うっせーわ見ていきました。とりあえずリザルト画面が近く近く、さあ見ていきましょう。リザルト画面言えなかったの俺結局リザルト画面って言えなかった。さあ見ていきましょう。ちょっとなかなかねこれ来なくて、フルコンボいけましたよ皆さん、やばくない？初見でフルコンボいけたんだけど。でグレードが2のミスとか全部0でした、ということで。いやーもうマジでね、うっせーわが追加されただけってだけで、だけってだけだけってだけでめちゃめちゃ嬉しいっていうの感情があるんだけど、でもねちょっとだけ不満点あるとしたら、後ろの背景めっちゃ怖すぎん。